リベンジ企画ということで道の駅ガッサンに来ております。ある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 、すげえすげえ。はい、僕の後ろに広がるですね、片栗のここ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 、うおーすげえ。リュウジの動画。はいどうも、いつもオッケーのフローリュウジです。ということで片栗園リベンジ企画ということで道の駅ガッサンに来ております。本日ですね、めちゃめちゃ天気がいいのと数日経ちましたんで、どんな様子かですね、めちゃめちゃ楽しみなんですけど、では実際に行ってきたいと思います。片栗の花写真コンテストということでですね、作品募集中ということなので、こちらですね、応募できるということでございます。この前と同じルートで行くんですけど、全然雰囲気違うな。山の方のね、色もね、ちょっとね、緑色濃い気がしますよ。桜がね、本当に綺麗ね、色がちょっと違うのも面白いよね。はい、ということで近づいてきました片栗園ですね。ある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 、すげえすげえ、すごいありますね。はい、僕の後ろに広がるですね、片栗の花たちでございます。落ち着いてですね、皆さんに、様子をですね、届けていきたいと思います。ということでですね、いかがでしたでしょうか。道の駅ガッサンの片栗園、非常にですね、満開でございます。前にですね、来た時にあのつぼみの状態というか、真下にですね、花びらがこう下に向いている状態だったんですけど、今はですね、こう開いて上になっているというような状況をですね、皆さんにお伝えさせていただきました。いや、よかった本当に。でですね、次、下田沢の片栗園、行ってみたいと思います。この天気ですので、いい感じに咲いてるんじゃないかなと思うんですが、レッツラッツゴー。はい、ということでやってきました下田沢の片栗園ですね。はい、やってまいりましたですね。まずはですね、駐車場からちょっと歩いていきます。いやー、すごいわ。晴れてると全然違うね、川の様子とかさ、全然違うのよ。ちょっと見て、村の花片栗園入り口という看板もね、あったりします。よし、では行きましょう。すごい気持ちいいよ。川の様子もすごくいいですね。こういう景観をね、眺められるのも最高ですよね。はい、ということで来ました片栗園です。この前は雨だったんですが、今日はいい感じの青色に包まれております。下田沢片栗園の看板、美化協力金のお願いということでありますので、ちょっと入れていきましょう。お金投入。いっぱい咲いてる。この前来たところここなんですけど、めちゃめちゃ咲いてるね。朝日村の小さなお姫様たちですね。桜と片栗が同時に見れる、このナイススポット、よくないっすか。ちょっと待って、まだ雪残ってんだけど。さすが朝日村って感じですね。ちょっとちょっと、すごいとこ見つけたんだけど、あの奥あの奥、見えるかな。うおー、すげえ。この景色はなかなかないよ。本当に一面片栗の花、これ伝わってほしい。すごいよ本当に、一面の片栗。おーおーおお、すげえ。こっちまで行く、まだまだ行ける、すげえ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。片栗園、2カ所回ってみました。リベンジ大成功でございました。すんげえの、本当で。ぜひですね、皆さん、あの天気がいい日狙って来てみてはいかがでしょうか。ということで、旧朝日村の片栗園おすすめでございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。